壁の向こうには海があると、アルミンが言った。海の向こうには、俺は何があると思ってたんだろう。調査兵団は鎧の巨人ライナー・ブラウンと超大型巨人ベルトルト・フーバーからエレン・イェーガーの奪還を果たした。だがその犠牲はあまりにも大きかった。作戦を遂行した調査兵団は壁内への帰還すべく馬を走らせる。絶対にエレンを連れて帰らなきゃ。やっと壁が見えてきたってのに、ここら辺にはまだ巨人が残っていらんな。立体軌道で木々の合間を移動しよう。そうすれば巨人にも見つかりづらいはずだ。団長は負傷していて指揮が取れない。今は極力巨人との戦闘は避けるべきだ。そのためにも木々の合間を抜けて立体軌道で迂回した方がいいと思う。逃げましょうよ。負けるもんか。怪我人が多くて戦える状況じゃねえ。巨人との戦闘は極力避けてくれ。
ライナーたちから奪還できた。あとは壁にさえ戻ることができれば。だけどなぜ巨人たちは僕たちを無視して鎧の巨人に向かったんだろう。まさかエレンがやったのか。104機は悪運が強いんだ。きっと壁までたどり着ける。よな、悪運に頼ってる場合じゃねえだろ。生きて帰りたきゃ気を抜くなよ。あ、巨人だ、助けてくれ。くそ、こっちにも巨人がいるぞ。手強い相手だけど、ここは僕が何とかしなくちゃ。ジャン、お前怪我してんだろ。戦闘は俺たちに任せて下がってろよ。お前らなんかに任せてられるかってのも。お前通り。残りも片付けてやる。やるぞ。残りは一体だ。負けるもんか。急いで壁を目指そうぜ。深淵だ。仲間からの救援要請だ。やったぞ。今回の作戦で熟練兵士の大半を失った。団長も重傷だし、これからどうなるんだ。行くよ。巨人から逃げてるうちに隊列から離れてしまって。やっ、どうせだ。助かった。ありがとうございました。ユミルは、どうして自分たちのために生きようって言ったのに。ユミルの考えは分かりませんけど、今はとにかく帰ることに集中しましょう。やっぱり盾だ。やっ、やっ、壁まであと一歩というところで巨人に会うなんて。焦らずに、よく相手を見て戦うんだ。僕たちなら大丈夫。落ち着いて倒そう。
同じを狙ってもダメそうだ。手順を踏んで攻略した方がいいぞ。まだよくわからないけど、いずれまた戦うことになるのかな。死闘の末、ライナーたちからエレンの奪還を果たした調査兵団は、多くの兵士を失いながらも無事に壁内への帰還を果たした。巨人の正体が人間であること、クリスタの正体がウォール教の秘密を握るレイス家の子女ヒストリアであったこと、そして鎧の巨人と超大型巨人の正体。この戦いを通して様々な情報を得た調査兵団だったが、ウォールマリア奪還のために再び動き出した彼らを巻き込み、壁内の情勢は大きく変化していくことになる。兵士たちの戦いは人類の手に自由を取り戻すその日まで終わらない。そして人類の命運を背負う調査兵団、その一翼を担う104機の兵士たち、彼らの戦いが再び幕を開ける。調査兵団がトロスト区へと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため、人目につかない場所に潜伏し、ハンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの硬質化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始のめども立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール教の司祭ニックが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばし、この事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをフィクシス司令の兵舎に移送すべくトロスト区へ赴くが、あまり団子になって歩くなよ、逆に目立つ。エレンとヒストリアも普通に歩け。なんで王家の旗がこんなにあるんだ。あ、
今日って王政設立記念日じゃん。気をつけろ、後ろだ。おあ、アルバ、じゃなくてクリスタとエレンがまたさらわれてしまった。大丈夫か、あいつ絶対俺に似てねえのに、馬面なのに。中の様子はどうだ。急がないとアルミンの変装がバレてしまいます。そうか。足の調子はどうですか。悪くない。それより族の連中、あれはただの素人だ。なんでそんなのを使ったんだか。あとはお前らで十分だろう。俺はエレンたちの方へ行く。とりあえず奴らを抑えたらすぐに合流しろ。了解。それから念のために言っておくことがある。アルミンたちにも伝えろ。兵長、どうだ。道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。お、その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気位が高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニーバ、切り裂きケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃奴と暮らした時期がある。どうしたんですか、急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、奴なら平気で素人を使う。目標を集団でつけるときは両斜め後方と見晴らしのいい高台。変わってねえな。ケニー、バケロ。リヴァイ、おめえと殺し合うことになるとはな。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。
懐かしいな、リヴァイ。もっとちゃんと面見せろよ。ふざけんじゃねえ。てめえさっきから俺の顔に三段ぶっ放してきてんじゃねえか。まあな、今日はおめえの脳みその色を見に来たんだ。まだ生きてるとは思わなかったぜ。憲兵を殺しまくったあんたが憲兵とはな。あんたの冗談で笑ったのはこれが初めてだ。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。とりあえず出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。中央の大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。教えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。あった、昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと、すぐに敵に見つかっちまうな。くそ、ケニーのやつ何人引き連れてきやがったんだ。すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。おい、俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か。ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。Shit!
てるじゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぜ。また遊ぼうぜ、リヴァイ。時間は稼げたはず。もういいだろう。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい。ジャン、まずい。アルミン、ジャン。ダメだ、一度引く。トロストク市街においてエレンとヒストリアを奪われたリヴァイ班はやむなくその場を離れ、先に倉庫で捕らえた男たちに、エレンらを誘拐しようとした者たちを捕らえたリヴァイ班は、実行犯がトロストクのリーブス町会の者であったと知る。作戦に失敗した紹介を中央憲兵は必ず始末しに来るだろう。そう踏んだ調査兵団は紹介に取引を持ちかけ、協力を約束させた。彼らの力もあり、調査兵団は2名の中央憲兵の捕獲に成功。中央憲兵への尋問の末、本物の王家はフリッツ家ではなくレイス家、ヒストリアの成果であると発覚した。元凶とかつてのライナーたちの振る舞いを鑑み、ハンジは王政がエレンを求める理由をこう推測する。知性を